北京オリンピックを通じて感じたこととかあります？世界とちょっとなんか話されてるなっていう感覚になったんで、海外行きたいなっていう気持ちがなんかめちゃくちゃ強くなったのが北京五輪やったかもしれないです。クラブワールドカップでマンチェスターユナイテッドと戦うじゃないですか、はい、実際にクリスティアーノ・ロナウドとかルーニーとかどうでした？その時は向こうも多分日本なんか舐めてるみたいな、悔しかったっすよ。まあ、A 代表でも出場機会を得る中で2008年は北京オリンピックのメンバーに選出、はい、これはもう選出されると思ってました？なんとなく選ばれるやろうなと思ってました。それこそ左も右もできたんでサイドバック、うん、オリンピックの予選最終予選もほぼ全部行ったんですよね、うん、ほぼ全部行ったけど一試合も出てないんですよ僕。でもずっとメンバー選ばれてて、それこそ一回オリンピックの時に、うん、そのエジディさん、エジーさんコーチ、北京五輪のコーチに呼ばれて、うん、オシムさんはお前のこと呼びたがってると、うん、A 代表に今すぐでも呼びたい、うん、けど、うん、オリンピックのチームでは長友が試合出てると、うん、でそれを出てないのに呼ぶわけにはいかへん、うん、だからもう頑張って試合出るよみたいな言われたんですよ、結構嬉しくて覚えてるんですけど、うん、そういうのも言われてたし、うん、なんかこう勢いはあったし、チームの盛り上げキャラとしても多分結構盛り上げてたんでみんな、うん、なんか選ばれる自信はありましたね。でもなんかオシムさんがそうやって言ってるっていうのは想像つきますね、うん、なんかそう好きなタイプだと思います、はい、なんかそう言ってくれてたんでなんかすごいそれが印象が残ってる。じゃあそういった意味ではなんか腐るみたいなことはなかった？全然なかったですね、うんうん、でもなんかそのオリンピックの初戦のアメリカ戦やったんですよ、うん、はい、アメリカ戦で前半で長友佑都がもうハマり散らかしたんですよ、うん、で俺も前半の30分ぐらいでソリさんにもう試合出るからアップしろって言われたんですよ、うん、でそんな大舞台でチャンス待ってくるんやと思って、うんうん、でアップしたけど結局その試合出番なかったんですよ。30分からアップってことは60分間アップしてずっといつ来んねやろうとずっと上げるわけですよ、うん、ハーフタイムって最初言われたんですよ、うん、ハーフタイムでもう行くぞと、うん、でちょっと待ってみたいな、うん、後半最初ちょっと見るからみたいな、うん、それがバーついて結局なかったんですよ、うん、はぁって思って、うん、でまあ試合終わってそのリラックスルームみたいなとこで、うん、なんなんみたいな、俺使われへんかったみたいな言ってたら、うん、エジリさんともう一人井原さんがコーチで、あ、井原さんが、はい、井原さんがすごいなんか癒してくれました。なんて言われたの？いやなんかまあまあまあこのオリンピック予選3試合やって、うん、絶対どっかでは全員チャンスあるからみたいな、うん、まあ、それでそっかってなって気持ち切り替えたら2戦目のナイジェリア戦でまあスタメンやったっていう感じですね。お、その試合は1対2で敗れると、はい、ご自身のパフォーマンスはどうだったんですか？いや俺的には結構ねナイジェリアに手応えあったんですよね、なんか自分で、うん、まあまあいけんなみたいな、うん、まあ、3戦目のオランダ戦はちょっと怪我が、そうなんですよ、ナイジェリア戦で前半で足の甲をスパイクで踏まれて、うん、でもう歩けへんぐらい痛くて、うん、でまあ3戦目のオランダ戦は出れなかったんですけど、うん、北京五輪行ったけど北京にも行かず天津という地で9日で終わるという北京オリンピックを通じてなんか感じたこととかあります？アンダー20でワールドカップした時は、うん、結果的には決勝トーナメントの1回戦負けるんですけど、うん、全然相手弱いなと思いながらやってたんですよ、うん、世界相手に対して、うんうん、余裕やなと思って、うん、でもオリンピック行った時に世界とちょっとなんか話されてるなっていう感覚になったんで、うん、海外行きたいなっていう気持ちがなんかめちゃくちゃ強くなったのが北京五輪やったかもしれないですね。そこのなんていうんですかね、まあ、3年ぐらいの間じゃないですか、2、3年の間じゃないですか、うん、その時に何かあるんですかね、世界となんかこう逆転現象が起きるというか、ヨーロッパのあの環境でずっとやってたらそりゃ揉まれますわって話ですよね。はあ、それは後々ね、あのお話伺いたいですけど、やっぱ G リーグを経験されてるのとヨーロッパのリーグを経験されてる中での、まあ、ギャップっていうのはあるってことですよね、はい、差があるってことですよね、はい、2008シーズン天皇杯優勝して、まあ、ACL に出場しますけれども、まあ、準決勝で浦和レッズと対戦、はい、また決勝戦ではアデレードユナイテッド、はい、オーストラリアのチームですけれどもね、2000合計 5-0 の圧勝で、無敗で ACL 優勝と、はい、この時負ける気しなかったんじゃないですか？負ける気しなかったっすね。ね、全部試合とか思うように勝てるみたいな、うん、で自分も
大会通じて結構活躍できたっていうか、うん、っていうのもあったし、決勝のファーストレグでもうホームで 3-0 やったんで、うん、相手のことも分かるじゃないですか、うん、だからもうホーム勝った時点で優勝できるなっていう感覚でしたね。予選にオーストラリアのチームでやってるんですよ、うん、メルボルンビクトリーズでやってるんですよ、はい、その時に結構自分的にもやし、ガンバとしてもオーストラリアのチームと相性いいっていう感じやったんで、うん、だ決勝オーストラリアのアデルド決まった時はもうなんかチームとしてもまあ優勝見えてるぐらいの感じでしたね。うん、まあ、クラブワールドカップでマンチェスターユナイテッドと戦うじゃないですか、はい、この時の試合は覚えてますよね。この試合は結構覚えてますね覚えてなかったらどうしようと思いました。結構覚えてます。で俺はもうずっとクリスチアーノ・ロナウド憧れてたんで、はい、マッチアップにいる。でも前半とかはやっぱり気持ちもすごい高ぶってやってるけど、うん、なんかどっかこれ相手本気なんかみたいな、実際にやってみて、いやなんかそんなに力の差は感じなかった。力の差はもちろん感じるんですけど、うん、向こうも多分日本なんか舐めてるみたいな、はあ、舐められてんなっていう感覚でした。そんなになんかトップギアじゃないなっていうのは分かる。分かりました。局面局面では本気出してきますけど、うん、全体的には多分チャンピオンズリーグとかプレミアリーグに比べるとちょっとローテーションでやってんのかなっていうのは感じましたね、うん、でもそれは悔しくないですか。いやいや悔しかったっすよ。結果もまあ3点取ってもう5点取られましたけど、はい、うん、ある程度こう自分たちがやりたいサッカーもできた時間帯もあったし、うん、なんか結構いけんちゃうかなと思いましたけどね、あの時は。まあ、あの時のガンバすごい強かったと思うんですよ、はい、強かったその要因って何だったんですか、あの時のガンバを。西野大成がずっと長くて、うん、西野さんのやりたい攻撃的なサッカーをみんながこうどういうのしたらいいかって理解してるみたいなのもあるし、うん、自分たちが J リーグとかナビスコ天皇杯で結果出してきた自信とか、うん、集大成として積み重なっていたのがあの時ぐらいかなっていう。メンバーとかもこう熟成されていって良くなったのがあの時ぐらいかなっていうイメージですね。まあ完成形だったんですね。そうですね、うん、まあ、その後チームの中心として活躍していましたけれども、2011年にオランダ一部のフィテッセからオファーをもらったと、はい、オファーもらったきっかけみたいなものは。代理人に海外行きたいっていう意思はずっと伝えてて、ずっと伝えてて、一番最初にこう正式オファーくれたのがフィテッセ で、うん、で自分もこうオランダに行きたかったんで、ドイツとかプレミアとかスペインよりオランダに行きたかったんで、でまあまあ即決というか。幼少の頃からオランダサッカー好きで、海外でプレーするならエルディビジでと決めていたそうなんですね。そうですね。なんかその今では YouTube とかあるじゃないですか、はい、海外のサッカーの情報とかも簡単に見れるし、うんうん、当時なかったじゃないですかそういうの、はい、だから俺は小学校の時にアヤックスの同年代のやつらの練習風景みたいなビデオをもらって、はい、それ見て何やこいつらうまみたいな思って、そっから結構なんかアヤックスオランダを意識するようになって、うん、だから練習とかもコーンとか大きいの立ててオランダ人でかいから相手オランダ人やと思ってやってたんで俺。想像力半端ないですね、はい、移籍直後ビレム戦、はい、でデビュー飾ってフル出場、はい、ヘーレンフェーン戦では、右サイドバックとしてフル出場、はい、先制点をアシストするなどマンオブザマッチに選出すると。海外移籍1年目からリーグ15試合に出場してすぐ馴染めたんですか。結構すぐ馴染めましたね。これそれは何が要因なんですか、馴染めた要因は。もちろん海外にずっと行きたいと思ってたから、はい、行ってめちゃくちゃ毎日が刺激的で楽しかったっていうのもあるし、うん、当時の監督がスペイン人の監督で、うん、ヨハン・クライフの時に3冠取ったりとか、うん、スペインオリンピック優勝したりした時の右サイドバックの監督やったんですよ、うん、その監督がサイドバックのことを毎日毎日俺に声かけてくれて、うん、めちゃくちゃ教えてくれてたんですよ。あ、それはポジショニングとか。ポジショニングとか、うん、こういう風にプレーしろみたいなの教えてくれてて、うん、そういう人に教えてもらえるとか、うん、自分が行きたかった環境で毎日サッカーできるっていうのが新鮮で、海外行って言葉の部分で苦労したとかっていうの一切なかったですね。その監督からサイドバックはまあこういう風にプレーすべきだっていうのがあったと思うんですけど、日本で教わってたものとなんか違った点あります？結構衝撃やったのは、うん、あんまになんかこう上がらんでいいというか、なんか日本にいる時は、うん、
オーバーラップとりあえず中盤持ったらしまくるみたいな感じですけど、うん、オランダに行ったらそんな無駄な動きすんなみたいな、うん、ウィンガーのやつに1対1勝負させるために、はい、後ろでサポートしろみたいな、うんうん、でほんまに上がれる時だけ上がれみたいな、うん、それまではもうむやみやたらに上がってたんで、うん、日本と全然違うこと言われたし、うん、両足蹴れるっていうのが結構海外ではすごい武器なんやなっていう風に感じて、うん、選手からもなんでお前両足そんなうまく蹴れんのって言われるし、うん、監督からも言われるし、でこうやっぱ日本から来てるからチーム全体としてなんか俺を馴染むようにこうサポートしてくれた感じがあったんで、なんかパフォーマンスにもつながったし、うん、まあ、楽しかったし刺激的やったしっていう感じでしたね。へー、オランダでの活躍もあって2011年6月に2年4ヶ月ぶりに代表に復帰と。久しぶりの代表はどうでしたか？僕はエールディビジで試合出てるのに代表を選ばれてなかったけど、他の海外組でチームで出てないのに代表とか言ってるやつがいたりしてたんですよ、うん、でそういうの悔しいと思ってたし、うん、まあ、長友選手ね、インテル行って、うん、それはもちろん選ばれますよ、うん、でも別にその次は俺やぐらいの気持ちでいたし、うんうん、やっと選ばれたかっていう感じでしたね。でなんかそれこそ海外のチームって代表期間とかなったらみんな代表とか行くんですよ、うん、残る選手めっちゃ少ないんですよ。あ、そっか。そういうのもなんかちょっと悔しくて、うん、みんな代表行って、うん、代表じゃないやつだけ練習するみたいな、うん、行きたいと思ってたんで、もう選ばれた時は嬉しかったですね。はあ、まあ、その後2013年にジュビロ磐田に移籍ですよね。3年ぶりに J リーグに復帰しましたけれども、はい、戻ってくるその決め手は何だったんですか？2014年サガン鳥栖にジュビロからは終わった時に契約延長の話もらうんですよ、はい、で給料ももちろんめちゃくちゃいいわけですよ、はい、サガン鳥栖って J1 にいて、うん、給料はジュビロから比べると鳥栖の方が下なんですよ、うん、でもなんか自分の中では給料出してもいいから J1 でやりたいっていう、うん、17年振り返っていかがですか？苦しかったことなんて何もないって言えるぐらい、うん、楽しかったしかないです。